すべては勝つための策。甲斐、武田を打ち破った毛利の名は瞬く間に知れ渡ることとなった。しかしこれに対抗するかのように尾張、織田信長が各地への侵略を開始したのである。織田軍のこれ以上の侵攻を食い止めるため、毛利は前田家の拠点賤ヶ岳の攻略を決定したのであった。織田への牽制が必要なり、織田の家臣前田家を討つ。牽制。動きはなくとも前田は織田の一員、容赦なく潰せ。このまま進めば前田家の三人に遭遇します。まずは砦を落とすことが得策です。なぜ中国の毛利軍がここへ。待つ、下がっていろ。お前は俺が追い出してやる。死ぬ。なぜこの地を荒らすのでござりまするか。罪のために駒を打つ、それだけのこと。あんた閻魔様のことを知ってやるよ。我が天だ。敵の勢いがそがれましょうぞ。なかった。
我が手に。今こそ愚問の本体を遂げるため、我が手に。ここまでは完璧。俺のと落ちたぞ。ここは勘どころ、あんたらにはやらないよ。刑事も油断はない。楽しいね。へっ、力比べとしゃれ込もうか。前田の風雷棒か。計算にはなかったもの、支障はないだ。俺を計算に入れてないのか。そいつは雷子さんだ。あんた負けるよ。刑事、危なくなったら無理するな。俺たちちゃんと動いてますよ、元の姉様。あなの命は短くてごめんな。ダメだ。犬千代様、刑事は一人で大丈夫でしょうか。心配しなくても大丈夫だ。あいつ強いし。我が手に。我が手に。それがし、おお。
皆さん、マツメが見ております。我が采配に敗服するがよい。戦で名を上げようと思ったのに。前田利家が妻、松にござります。さあ、お覚悟なさりませ。どけよ、お前。我の一歩を阻め。兵は宝、兵は財、ただの一人とて粗末に扱うことは。
ませぬ。あんな、それが貴様が女とでゆえんだ。だが構わぬ、代わりはいくらでも。